志賀直春から1929年2月16日は、明治期の実業家、小説家、志賀直屋の父、道の草間中村藩士、志賀直道の子として生まれる。二宮孫徳の門人であった直道は、孫徳ゆかりの地の日光いまいちに出向くことが多く、幼少時は、叔父の志賀直院生細夫婦の下で育てられた。1871年2月、16歳で、 静岡の山岡哲秀の下で、剣術修行するが、新しい学問を収めたいと上京し、8月本書、愛尾町の教立学者に入社。その後芝の日清義塾、湯島の教官義塾などを経て、1876年6月、慶応義塾を卒業。1880年第一銀行に入校。朝鮮、東京、石巻と、各支店を転々とした後、 1885年退職。文部省会計局の下級役人となる。1893年被職満期。同年、同じ相馬藩士の青達那さんと、総武鉄道株式会社の創立に参加し、会計を担当。後に、専務取締役を務める。経営状態は良好で、4年後の1897年には、麻踏川台の豪邸に引っ越している。 明治末年までに帝国生命保険、武蔵電機鉄道、相模水力電機、札幌木材、武前採旦、日本作産の7社に取締役として関与し、実業家として成功した。1878年、亀山藩士、佐本言吾の五女、銀と結婚。長男、直行、次男、直親が生まれる。1894年、銀が病死した後、 感学者、高橋元次の長女、広氏を5歳に迎える。広氏との間に、A、直蔵、俊子、高子、政子、六子の一男五女を設けた。1929年2月16日、持病の図だに、腎臓病から尿毒症を併発して死去。長女の A は、死尺実吉安淳の次男都郎に嫁いだ。高子は、 第三代住友総理時の鈴木正也の長男、角太郎と結婚。雅子も鈴木正也の三男、健三と結婚している。ありがとうございます。